はい、皆さんこんにちは、ドラゴンでーす。今回はですね、ナナフラの方の、鬼畜ステージをね、ちょっとやっていこうかなと思います。鬼畜ステージっていうのはこちらです。はい。難易度難の36章の6です。これではですね、連覇が出てくるんですけど、連覇軍ですね、が出てくるんですけど、敵として。この連覇がね、マジで、エグすぎるんですよ。普通に言ってたら、クリアできない。はい。クリアできないし、クリアできるとしてもね、なんだろう、コンデリューしないと無理なんですよ。その連覇を今日はノーコンでクリアしていこうかなと思ってます。この連覇は HP が100万あります。100万。すごすぎでしょ。マジで。で、僕は一応ね、このパーティーでさっき言ったんですけど、境界。両方考えると、連覇って必中ついてるから、境界の回避がね、使えないんですよ。だからワンパンされたんですよ。だから境界を変えて、ここはね、鬼人化のハクティで行こうと思います。鬼人化のハクティ。ハクティはね、なんで入れるかっていうと、この割合ダメージですよね。これでね、もうバン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 削っちゃろうかなと。はい。で、ハクティにですね、それこそ、必殺技、上昇速度。アップ必殺ゲージ上昇速度アップの副官をつけて、それで各機でね、必殺技をループさせる、そういったやり方でいこうかなと思っております。で、この必殺技をループさせる副官がこのビギです。この副官めっちゃくちゃ使えるんで、皆さんぜひとも取ってみてください。半端じゃねえよこいつは。で、ちょっとやっていこうかな。まあちょっと副官ランキングもね、近々作ろうかなと思います。まあ、作り直します。なので、楽しみにしていただいたらと思ってます。いい副官出てきてますからね、結構ね。だから、そちらの参考にね、任命員とかね、選んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ、一応、フレンドさんなんですけど、高参料お借りします。これでちょっとやってみましょうかね。さあ、連覇をね、ぶっ倒せるか。注目集まります。あー、この連覇がエグいっすよ、マジで。見てください、ほら。100万っすよ、100万。なんじゃ、このステージ。ねえ。一応、フォーメーションはこんな感じでいきたいなと思います。とりあえず、まあ、弓兵は後ろの方でいいのかなと思いますね。あまり出すぎても連覇にやられちゃうだけなんですよ。で、ポイントはね、この、聖界。聖界の毒です。あとは、この、太鼓。太鼓の状態異常解除。これも重要です。で、あとは、標高の盾ですね。標高の盾。で、ここにね、星7じゃねえや。覚醒の芯を入れても面白いかもしれないですね。今回出た。覚醒技能で標高の盾能力をちょっと上げるというのもいいかもしれない。で、あとは白鬼で割合ダメージで削って、有利な状況を持っていくという感じですね。はい。そしたら割といけます。で、あとポイントは、連覇以外から打ち取っていくという感じですね。それがポイントかなと思います。連覇以外から倒していかないと、もう連覇が強すぎるんでね。ほんと、あとはね、この元宝とか、その辺が厄介なんで、ほんとお邪魔キャラなんで、お邪魔キャラは先に打ち取ります。元宝マジやらしいからです。はい。で、全体的にダメージを与えてという感じで、はい、いけそうっすね、なんとか。はい、あと連覇だけです。ここからバンバンと、削り合いを行っていきます。それこそフレンドさんにですね、あいつ連覇とか、あとはそれこそ標高とかよればですね、まだまだ、優位に進められると思いますし、白鬼持たれてない方はフレンドさんから白鬼をお借りしたりとか、そういった、ことをされるといいのかなと思います。はい、ノーガードの打ち合いですね、文字通り。さあ、勝てるかな。ギリギリでね、残り1万とかで連覇が攻撃してきたら30万回復するから、
縮なんだよ、寄縮。あちゃー、これ30も回復やね。あら、回復せんね。とりあえず何とか勝ちたいね。猛毒で頼む、アタッカーおらんけ勝ってくれ。アタッカーおらんけ猛毒で何とかしといてくれ。いけ、よし、オッケー、ナイスー。はい、何とか何とか勝つことができました。濃紺でクリアすることができました。よしよし。あー、まあポイントはですね、やっぱりまとめると、大将の正解、そしてビチ、太鼓ビチ、あとは氷子、そしてもう一人白地ですね。やっぱりそれでやっぱ割合ダメージで削っていくというのと、あとは毒をかます、そこが大事なところかなと思います。はい、まあこれを参考にですね、100万連覇クリアしていただけるといいかなと思いますので、なんとか皆さん諦めずに頑張ってみてください。まあコンティニューするとしてもですね、石1個ぐらいにしとった方がいいかなと思いますんで、そんな感じでやっていくといいのかなと思います。というところで今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。チャンネル登録と高評価、どしどしお待ちしておりますので、またご協力いただける方はぜひともよろしくお願いいたします。ほら、こんな感じで対象技能でですね、毒を付与できますんで、この正解ぶっ壊れてるんで、ぜひともね、皆さん任命員で取ってみてください。まああとはですね、まあこの正解をサブに置いて、必殺ゲージを下げるような武将を、相手の必殺ゲージを下げるような武将を対象にしてという感じでいいかなと思います。それでもいけるかなと思います。あとは白鬼ですね。白鬼は確か3突だったかな、マックスで。割合ダメージのやつが。なので、白鬼はね、突らして使った方がいいかなとは思います。突らして使うことができればですね、まだいい状況に持っていけるかと思いますので、ぜひともやっていただけたらと思います。というような感じで、今回の動画を終わりにしたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。